ここ手書きでいきましょうって言って、あえてあの友田さんに書いてもらったのを今の綺麗なやつに差し込んで最後もう一遍リラあの出力してもらってるんですね。だからなんていうの、力強さが僕はあるなと思ってるんですよね。ありがとうございます。友田さんもありがとうございました。さあ、まだまだお話を伺いたいんですが、ここでちょっとメッセージが届いてますので皆様にお聞きいただきたいと思います。この方からのメッセージです。映像が出ますか。はい、この方からのメッセージです。お願いします。よー、俺だ、ルパン三世だ。今日は汐留に集まってくれてんだって。ありがとな。俺たちファミリーはそっちには顔出せねえけどな、新しいルパン三世テレビシリーズ、こいつが結構面白い仕上がりなんだとよ。まあ、ゆっくりと見て楽しんでちょうだい。そんじゃまた会える日まで素敵に暮らせよ、ルパン三世。はい、という方で、はい、あの言わずと知れたルパン三世役栗田監視さんからのメッセージでした。ということで、そろそろ、このイベントステージも終わりに近づいております。おいおいおい、ちょっと待って、ね、ちょっと待って、あれ、ちょっと待ってよ。なんかやけに生々しいなと思ってたんですけど、そういう感じ、ね、もうずっと待ってんだから。はい、すいません。ようこそ皆さん、こんばんは。あれ、俺の椅子ないの？椅子が、あれ、いら出ます、出ます。あ、すいません。ごめんね、藤子ちゃん。ありがとね。いや、もうずっとあそこで陰で喋るって緊張するもんだね。長すぎて。どうも皆さん、こんばんは。栗田さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。早速なんですが、あの栗田さんが、はい、あのルパン三世役を演じられてなんと20年ですね。はい、ずっと演じられてきて、そしてこのシリーズができて、今の心境をお聞かせいただけますでしょうか。まあ、そのまずですね、やっぱりあの言い方としてはすごくあの難しいことになるんですけど、最初はその僕はルパン三世の山田康夫さんのモノマネをしてただけなんで、ルパン三世をまさか僕がやるみたいなことを考えてもいなかったとこからまあ始まって、で、まあ、その年に1回その収録があって、それ2日間でまあその山田さんの声を考えてルパンをこうやってきた何年間があったんですけど、この新メンバーに代わって、特に藤子の物語という作品あたりから少しその山田さんに一回行ってルパンに行くんじゃなくて、ルパンからスタートしていいんだっていう、ちょっとなんかそういう感じが出てきてっていうか、自分の中でやっとルパン三世として芝居ができればそれでいいんだという、まあそのもちろん山田さんが作ったテイストのあの声っていうのはそれはやっぱ守らなきゃいけないとは思うんですけど、要するになんかその新ファミリーとともになんか新シリーズ、これ本当にまさに始まって、とってもそのチームワークといいますかね、ファミリー的なあったかみもそのどっかになんか多分聞こえてくる部分があるのかななんて思いながら、特にあの山寺さんとかね、浪川君とか、浪川君あんまり超年場で来るだけなんで、いや超年場じゃないです、ね、あのや追っかけって言いますけど、やっつけって僕は呼んでますけど、散々待ってて来てキヤーって帰りますからね。何なんだあいつはとか言ってますけど、ね、まあそういう冗談ですけど、本当にあの新たな気持ちでとてもいいあの作品になってんじゃないかなと僕は思いますけどね。はい、ありがとうございます。はい、まあ、今最後もちょっと触れていただきましたが、まあ、皆さんもこれからご覧いただきますこの新しい王道テレビシリーズ、はい、アフレコもすべて終わっているというふうに伺っておりますが、はい、出来上がった作品に関してどのような感触を持ってますか。いや、あのこの間ちょっと見せていただいたんですけど、多分今日ご覧になる絵とは違う絵なんでしょ、京野さん。まだあれ完全に入ってなかったですね。そうですね、オープンエンドだけは、はい、本編はもうできてます。まあ、今日はだからとても楽しみだと思いますね。でまた色が綺麗だし線が綺麗だし、あの清さんが、小林さんがあのおっしゃってたらしいんですけど、ご覧になってあの、絵が綺麗だって帰ったらしいです。いや、あの褒めていただいてるんですけどね。褒めたいんですね。褒めていただいてるんですけどね。絵が綺麗だっつったら。ありがとうございます。そういうことコメントだったらしいですけど、あっという間にね、栗田さんもなんか見終わったらもうなんかっていうのもあるし、こう長い長く感じた、あのね、
結論は20何分しかないんですよね。そうです。本編着は20分です、ね、なんでなんだけど、なんか見た感じはね40分ぐらいの作品を見た気がしたんですよ。あの なんかね盛りだくさんというか飽きないというか、でまた短く感じなくてね不思議でしたね。でずっとあの CM っていう、はい、まあ、今日入ってないんでしょ。 CM はないです、抜いてありますけど ね、はい、僕たちの CM っていうカウントずっとロールがボーンっていってるの、じCM って長いんだなーって、ね、はい、何も流れないと真っ黒になっちゃってますからね。ただ CM って書いてる絵がずっとじーっとしてるんで、はいはい、あの時間って結構長いんですよ、はい、それで長く感じたんですかね、はい、かもしれないですね今日は短いかもしれませんよ。あっという間に終わるかもしれない。いや20何分ですからね。そうですね、はい、いやテンポがあってね、うん、で本当にでもいや本当は長く感じるって皆さん、うんうん、いや本当一応言っときますよあっという間に感じた人はね、ええ、ちょっと俺と違うんだな本当なんか、まあ、盛りだくさん盛りだくさんってことですよね、ええ、はい、いいと思う、はい、はい、あのあっという間かもしれませんけど、我々があの力を総力を挙げて、精魂込めて作った第1話目でございます。どうぞゆっくりとご覧になってお帰りください。本日は お招きいただきまして、お集まりいただきまして本当にありがとうございます。花形簡単ではございますが、私の乾杯の挨拶と変えさせていただき乾杯、ありがとうございました。ありがとうございました。それでは登壇者の皆さんに盛大な拍手でお送りください。ありがとうございました。